今季の本拠地開幕戦となった4月1日、メジャーデビュー戦のマウンドに上がったカブス今永翔太が、6回に安打無失点無四球9奪三振の快投を演じ、翌日2日には、不動の2番右翼に定着した鈴木誠也が、初回に弾丸ライナーの先制ツーランを叩き込み、満員の観客席を沸かせた。昨季終盤、激しいポストシーズン争いを繰り広げている中、カブスのジェド・ホイヤー編成本部長は極秘で来日し、NPB で活躍する複数の有力選手を直接視察した。来季以降のメジャー移籍が有力視されるロッテ佐々木朗希、ヤクルト村上宗隆らにも熱視線を送った。日本人史上でドジャースの独走を阻止するためにも、20年以来、4年ぶりとなるポストシーズンへ進出し、勝てるチームとして結果を残すことが重要となる。これからの時代ますます価値が高まると思う。理由はすでに大谷や鈴木が野手でも一流になれると証明してくれていること。成長途上であり断定はできんが、二人とも修正に時間がかかるタイプに今のところ見える。このホイヤー編成本部長がやり手やな。日米でこれだけ年俸の差があればどんどんメジャー目指すやろ。そのうちの何人かはホイヤー氏の手にかかりそう。MLB に対応できるか、また最高峰のリーグに押しつぶされるか、そこが問題かな。日本人の獲得は日本市場を当てにできるのも大きいだろうな。同じ成績でも、例えばドミニカ人だとドミニカ市場はあまり期待できない。外野手と DH は成功してるって言える選手多いけど、内野は適応しなきゃいけない要件が増えるから村上はいけるかな。ただシーズン始めと終わり時期はシカゴは寒い、これが欠点かな。でも伝統もあり、いい球団だと思う。佐々木は1年通してローテ守れてから考えた方がいいと思う。素質があるのは間違いないが、村上は筒香コースになる気がするからやめた方がいい。日本で大記録を作ってくれ。佐々木朗希のようなガラスのエースがシカゴのような寒い地域で使い物になるのだろうか。